福岡県宮若市の塩川秀俊市長が市職員に対してパワハラ発言の疑い、市長を直撃しました。あ、すいません。お、はい、すいませんの済むか。すいません。宮若市の関係者から提供された映像です。運転席の男性職員を市長が怒鳴りつけています。市などによりますと、今年1月、市職員同士の夫婦が育休を同時に取得しようとした際、同時に取る必要があるのかと発言して難色を示したということです。また、今年9月の会議ではこのようなやり取りがありました。そういうふうに聞くことが、今失敗して頑張れ言われたらいい、それに誰いけないからやめろ。それ何を悪いって発言してる。誰も誰いけない。なんでやめろって言うのに、そんでやめろって言わない。この役を務まらないからやめるからかも。高校教師や県議を経て去年3月に初当選した塩川市長、元教育者はパワハラと受け止められている自身の発言をどう釈明するのでしょうか。相手がパワハラと思えば、それは私の接し方が悪かったから謝らなきゃいけないし、相手が激励と思ってくれれば別にパワハラではないという。育休取得発言には、育休を取ることに疑問を呈されたんですよね。疑問を呈したというか、その取り方、取る時の言う時の周りとの関係を調整をしているかということが問題だということは言いました。だけども周りの調整をね、ただ権利だから取りますよなんていうことじゃないだろうと。市長はあくまで相手との関係性によるという発言に終始しました。一方、複数の市職員は昨日、市長からのハラスメント被害を訴える文書を市役所の公平委員会に提出しました。市職員の一人は、精神的に参って数日休んだ職員もいる、怒鳴られることは日常的で一日も早く辞職してもらいたいと話しています。市の公平委員会によると、外部で構成する委員が事実関係を調査し、市長に改善を申し入れる可能性もあるとしています。